ふざけんなお前。笑いごっちゃねえんだよ。今日のお昼は牛丼。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はお昼で、お昼でじゃないね、パパのせいでちょっと忘れちゃったじゃん。今日は家族みんなで牛丼を食べたいと思います。ゲッ、飯テロだね。うん。そしてパパはぎっくり腰やね。そう、なんで牛丼かっていうと、うん、パパが腰を やってしまいまして、今ママが病院一緒に行ってきました、連れて行ってきました。で、帰りにもうすごい時間がもう1時過ぎちゃったので、まあ楽をさせてもらいたい。楽すんじゃないよ。牛丼買ってきました。いやー、盛大にやったな今回は。バゲット、すごいよ。もう朝大変だったんだから。靴下私履かせたもん。いや、すいませんね、スプの匂いで。スプの匂いを嗅ぎながら牛丼っていうね。そうだね、うん、じゃあとりあえずご飯食べましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。食べていきましょう。食べていきましょう。どうでしょう、これ牛丼ミニ。ミニ、ミニ、青ちゃん牛丼ミニ。ママ普通の、ママは特盛り。ちょっとやめてよ。で、パパが、はい、なんか牛焼肉弁当と、ご飯大盛りで、ね、あ、ね、本当だ、じゃあいいよね。さあ、あとキムチとおしんこと、パパはサラダとくっついてるやつね。そう、あのお味噌汁を豚汁に変えましたよ。豚汁にチェンジ。うん。で、車の中でなんかこぼれちゃった。こぼれたやつはパパで。違うよ。ちゃんとこっちをあげるんだよ。こぼれたやつはパパで。こぼれてないやつ。一番ちゃんとしてるのがママで。これね、あとね。そういうとこあるよね。かけてもいいし、開けらんない、これが。うちの娘、これが開けらんないんだって。もう今一生懸命やってたのが、キッて、やばくね。開けられない。開けられない。はい。はい、開けました。乗っけてもいいし、乗っけなくてもいいし。うん、乗っける。乗っけ、じゃあ、じゃあ、かけちゃう。いや、マジ腰痛いな、っしょ。昨日からだっけ？そう。で、今日とどめさせた、朝寝てる時。そうだそうだそうだ。病院の先生なんて言ってた。うん、ああって言ってた。いつもね、そこの先生に一発で治してくれるんだけどね、うん、まあ自分でやっちゃったからね、今回ね。うん、いただきましょう。母さん、ポン酢。5秒以内。5 4 3 2 1。失格。はい、せーコール&レスポンス。はい、せーの、いただきます。いただきます。いただきます。チップいっぱいもらってきた。七味はうんちゃんの方についてる。これ山椒だ。皆さんは休日のお昼何いただいてますか？昔はずっとうどんかパスタだったよね。ずっとってことやないけどって感じしなかった。うん、すっごいうどんばっかだった気がする。前昔はだって遠距離旅行行ってたよ。あ、そっか。うん、うまっ、うまっ。そうね、旅行が多かったね、ゴールデンウィークはね。うん、行けないでしょ、だってね、だからお家で。しかもぎっくり腰になっちゃったからね。皆さんのお父さんとお母さん喧嘩してませんか？大丈夫ですか？喧嘩するの？あ、今？あ、家にいるからだ。そう、休みが続くと喧嘩してませんか？あんましないもんね。喧嘩ね、ちゃんとした喧嘩したことない。もう全部だってパパが折れちゃう。なんでそういう嘘つくの？信じらんない。本当だよね。ほら、この強い言い方。うん、もう怖くて怖くて。ちょっとごめんね。うん、ひどくな
ないよ、喧嘩ちゃんとした喧嘩したことないよ。あるじゃん、いつもしてんじゃん、ママが一方的にね。もう、虐げられちゃって、うん、ね、やめてくれない、本当だと思われちゃうでしょ。だって本当じゃないの。ひどい。お寿司は一皿しか食べさせてくれない。ウケる。うん、今回のコシはでもさ、いつもよりひどいよね。そうですね、すごい。初めてだな、こんな痛いの。もう本当にだってパパいつもさ、病院連れて行くって言ってもさ、うん、絶対意地でも自分で行くじゃん。ママ頑固じじいみたいな言い方すんじゃねえよ。だってそう、目、周りに迷惑かけねえから、素晴らしいことじゃねえ。で、もうさ、心配だからさ、ママが送ってくるとか言ってもさ、ねえ、いいんだとか言ってさ、絶対自分で行くじゃん。めっちゃ、ね、言い張ってたね、今日ね。だからさ、これ初めてじゃないっていうぐらいだよ、パパがさ、のママが乗せてくよ、さ、うんって言ったの。あんまり男がピー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 言うもんじゃねえんだよ。ほんと少ないもんね、はい、ママが運転してパパが乗るっていうことがあんまないの、うん、そうなんだよね。運転できるんだよ、ママも。だけど、いつもバレー行くとき、ママ運転してるから見たことあるよ、そうだよね、いっぱい。なんだけども、ドレッシングな、しょうちゃんで、嘘、別であったんかな。もう家にあるから美味しいドレッシングが。ああ、なやっぱそれ持ってくるよね。今日の牛丼は松屋ですよ、松屋。そう、松屋、うん、すき家だと思ってた。あおちゃんちっちゃい頃松屋連れてったら、すき家の松屋って言ってた。やめて、やめて。かわいいね。恥ずかしいからやめて。大きい声でね。かわいいでしょ、そう、大きい声で、あの券売機の前で、すき家の松屋って違うよって、うん、あ、違う、初め、うん、二人で行った時に、いきなり松屋に入ったのに、すき家の牛丼のって言ったの。そう、大きい声で。そしたら、違うよ、ここ松屋だよって、あ、そうか、したら、すき家の松屋って言ったの。かわいい。どうする？超かわいい。ちょっと今、こっから離れたい、すごい。いや、かわいいなと思ったら、高評価をしてくれる、今の。うん、超かわいいじゃん。やだ、恥ずかしいよ。なんで、おちゃん、じゃあ、だからおちゃん、自分の子供ができれば、わかる。わかんない、わかんない。かわいさ。わかんない、わかんない。わかんない。留学や。ウケる。パパ、大盛りご飯。いっぱい入ってるね、それね。あ、入れ物がでかいんだ。うん。うん、座ってんのつれえな、父は。立ってくるかな。大変でね、車座ってんのつれえって初めてだな。車乗るとき超大変そうだったよね。なことない、スッスッと乗せたよ。嘘だよ。スッスッシャッシャッピッピッチ。降りんのは平気だったの、うん、乗るのが見ればよかった。ドアがこうってさ、閉められなくて。いや、かわいそうだよ、超痛そうだもん。ママがもういつく蹴り入れるから、ここにもうバジ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 。もう本当にやめて、みんな信じちゃうんだよ。でパパが行こうとしたらさ、なんかいろいろなんかさ、話しててさ、話まとまってからにしろよ。いろいろさ話しててさ、あおちゃんパパが靴下履かしたよとかさ、いろいろ話しててさ、ママが腰蹴るぞっつったじゃん。ママそれは言ってた、本当に言ってた。本当に言ってたじゃん。俺は言ってた、腰蹴ってますぞって。これは本当に言ってた。これ本当に言ってた。もうそれマジで言ってた。自覚しちゃった。違うよ、それはなんか言ったんだよ、パパがママに。またまだママに対して誹謗中傷言ったから。そう、誹謗中傷言ったから、うん、腰蹴るぞって言ったんだよ。すぐ弱点ついてくるからな。人の弱点をつく天才だから。違うよ、すごいひどいこと言ったんだよ、朝からパパ。なんか忘れちゃったけど。溢れちゃうぐらい普通ってことじゃん。まあいつもだからね。ん、いつもって言ったらパパがすごいヤバい人みたい。ヤバいかヤバくねえかしたら、ちょっとヤバめではあるけどな、うんうん、まあでも視聴者さんはパパが口が悪いのとか、うん、もう分かってるよね。分かってるもん。分かってるよ、ね、だからいいの。思考回路が半分江戸時代だからさ。、うん、半分は令和、ちゃんと令和になってる、うん、半分は昭和。あ、そうだね、令和半分、昭和半分、江戸ぐらい。平成もまだ入ってないもん。そんな最先端ないわ。どっかにはないの。ないないない、うん、じゃあ令和なんかもうないよね。ないよ、だってパパともうママ26年一緒にいるんだけど。ない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 、ね。
みんないない。いるからもうバカ。95年から一緒にいるから。いないいないいない。俺はいたつもりない。ずっとね、あの頃はもっとひどかったよね、パパね。まあ、始まった。また。江戸だよ。江戸だよ、江戸、本当に。江戸時代の人。だってよ、パパは。本当にひどかったんだよ。パパの人気を落としてダメだよ。そうそう、でも今がいいからいいんじゃない。私の友達にもお父さん好きな人いるんだから。じゃあ、口が悪かったってこと。もうずっと口が悪いのよ。もう分かってたの、別に。だから言って何って感じなんだけど。本当今さ、頭に令和あるとかさ、言ってたじゃん。それで思い出したけどさ、すがちゃんがさ、令和でありますってやったじゃん。すがちゃんすがちゃん誰って思っちゃった。お友達の名前だと思って。違う違う違う、国家のトップの人間のこと、すがちゃん。いいじゃん、すがちゃんの、うん、友達とすがちゃんにすがちゃんって言うんだよ。うん、令和でありますってやったじゃん。うん、その時パパにすごい電話したの記憶あるもん。覚えてる覚えてる、現場の時にここで令和だってって、なんで知ってんの、多分TikTok で見た。そうそうそう、多分ね、あれだニュースソースが TikTok って。あの時早帰りだったのかな。そうそう、あの時早帰りだったな。で、ここでちょうどここ座っててなんか TikTok 見てたの。そしたら今年のじゃないわ、うん、あの令和だってっていうのが上がってきて TikTok で、でテレビつけたら令和って書いてあって、パパ令和だってっつって。あーちゃん全部 TikTok で情報集めてた。ニュースソース全部だな。情報の、あの情報源全部 TikTok だ。もうちゃんとニュースとかも知ってんだよね、それでね。すごいよ。だって今ニュースのだってあれじゃん、うん、テレビ局が TikTok 流すじゃん、うん、ショートプロットで、うん、そっちの方が、うん、見るもんね、そっちの方がね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すいませんね、こんな体勢で。今ちょっとパパね、楽なポーズを見つけたのね。そう、腰が痛くないポーズを見つけたの。楽な体勢を見つけたの。腰蹴るぞ。今日パパはだいたい今日は一日その格好でいるかな、うん、安静にしてくださいって言われたからね。そう、病院で。そう、まあどこも出かけないしね、うん、連休の頭だし。そうそうそう、台無しだよ。まあどこも出かけらんねえからね、うん、そうそう、だからいいよ、ちょうどね、はい、うん、はい、じゃあいっぱい食べました。あー大丈夫か。はいはい、なんか頭切れてる。ちょっと待って、いいよいいよ、大丈夫。いろいろついてた。いろいろついてた、うん、入ってる。いいよいいよ。すごい、切れてる。顔出ししてない人みたい。うん、まあ、いっぱい食べれましたね。はい、食べ過ぎた、はい、いや、別に普通だよ。でも、あおちゃん食べきれませんでした。はい、まあ、みんなもね、牛丼食べよう。美味しかった。美味しかったね。はい、それじゃあまたね、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。